ちょっと気温も下がってきまして、まあ原宿で新しいお洋服なんか見たいなということで、本日の企画はですか、スクワット秋コーデ対決。今から、はい、秋っぽい服のコーデバトルをしていきます。はい、チームに分かれてやりますから、はい、1チーム目が高田健吾春香、おお、一人チームや、ね、で2チーム目がヤジカズターチーム、おお、ミスターデブチーム、ミスターデブチーム、おい、脳汁出ちゃってんじゃねえかお前よ、ほんと飛んでた、この2チームで、はい、秋コーデ対決をしていくんですけど、まずこの動画ではお披露目編です。なるほど、おお、で次の動画で街中でインタビューしますから、はい、まあそれをバトル形式で、まあ、次の動画でも説明すると思うんで、はい、言い訳だけはしないで、ちょっと全力でやる、言い訳はしない、全力でやる、なんかちょっとボケとかね挟むからね、俺はもう余裕、1年前ぐらいにさ、バレンタインの時もこの曲やったやん、バレンタインでね、全勝ですから、ちなみに僕も全勝なの。でこれね、このコーデ対決の面白いところが、俺めっちゃバカにされたの、うん、仲間にあーダサスパイダーマン全勝してんの、すごい、そう、女の子からの票で言ったら、はるかさん他にもね、ファッション対決で一回も選ばれないっていう実績を持って、確かに、あれは世間が追いついてるなんか俺が悪いみたいな、なんか風潮出てるけど世間が追いついてる、それぞれのおしゃれあるから、まあ、自分の個性出しつつ票を得られるような服、うん、探していきましょう、はい、それではやっていきましょう、せーの、パーチョ、スクワッド、はい、ということで、まあやっぱ作戦としてはそれぞれの好みに合ったやつを選んでいきたい、うん、だから系統バラバラでいきたいのよね、はいはいはい、ちょっとまずターから探してみるか、まあそれ基準に俺とカズがちょっと系統をずらして、そうだね、でなんかもう三者三様の運転者っていう感じで、バカお前、おいラッパ軍団か俺らね、ワイステーっていう感じでやっていきたいと思います。はい、ということで高身長イケメンチームですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、服はちょっとまあ秋っぽい色、秋っぽいをテーマにして、秋っぽい色って何色あ、まあ言うたらうんこ色っす、うんこ色じゃあうんこ色決定あるか、俺は、まあ、先ほど言ったんですけどニット、はい、ニットカーディガンを狙おうかなと思って、ああそのあたりね、うん、色合い的には最近トレンドの黄緑、おいおいおい、黄緑、これ、ね、黄緑のカーディガンあったら、うん、絶対にそれを取ろうと思ってて、なるほどね、はい、私はねもうシンプルにパーカーとかでいいかなと思います、はいはいはい、パーカーでしたなんか普通のズボンでニットとか欲しいんだけど、うん、持ってるからちょっともういいかなと思って、あそれめっちゃわかる、あと何よりも俺の一番の弱点って、うん、髪の毛が赤だから色の服着れないんよ、合わせづらい、そうなんよ、マジ合わせにくい、シンプルとシンプルのやつね、ドシンプルでいいやん、普通に平凡のやつね、なるほどね、なんでそんな下げすんだよ、おい、盗撮やめろよ、盗撮やめろ、盗撮、おい、おい、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、何盗撮してんのお前、おい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 、逆、逆、こっちこっちか、違う、こっちも違う、何してんの、逆、何記事出してんの、まあ頑張るよ、普通にそっちはファッション、ダサファッションとしてな、ここ、うんこくせえな、あ、お前らがいるからか、うんこなあ、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 こいつ、うんこ色、うんこ色取り入れるって言ってたぜ、行こうぜなんでだ。まあいや、でもとりあえず俺らも買いに行こうか。はい、行こうか。行きましょう。行きましょう。はい。いやということで買い物から戻ってきました。はい。はい。はいよ。前回同様ね、みんなルールは分かってると思うけど、はい、買ったアイテムしか着ちゃダメだから。あ、分かってる。服とかはもうしょうがないけど、うん、例えば俺だったらこのサングラスは外します。はいはいはい、はい。ね、とかそういうことだからね。はい。一人ずつ発表していくか、はい、そうだね、行きましょうか、そうだね、じゃあ自信ないはるかからいきます、はい、前回すごい負けちゃって、はい、泣いてて今回も YouTube 出るか迷ったぐらいなのですけど、そんなに今日頑張ってみます、あ、そうだ、はい、だけど、はい、俺らは知りません、知らないです、え、お互いに知らないんだ、バラバラ、はい、バラバラで、ね、時間もなかったし、じゃあはるかさんお着替えお願いします、はい、入れます、楽しみだ、それでは一番手、はるかのファッションです、はい、どうぞ、せーの、はい、おー、おー、どうですか、え、お兄さん、はい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 、秋っぽい、なるほどにゃ、秋っぽく、うん、ワンポイントなんですけど、うん、ちょっとフラガーフラパンツ、風を切って歩けるんですよ、おー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 
17,900円ぐらい。ああ、まあ、しっかりと、しっかりと、はいはいはい、服でも着れるように。なんかコンポタージュが似合いそうですね。殺すぞ、お前。確かに。どっちだ、お前。でもめちゃくちゃ良くなってる。あれ正直1店舗目さ、はるかこうやって来てたじゃん、いろいろと。マジでおじいちゃんだった。でも最終的に自分の意見でここまでいけた。いやでも育ってた、マジですごかった。いいと思います、はい、でもうちのターさん見てから言ってほしい。あーターさんか、マジだ、おしゃれ番長。じゃあ次ターさん行こうか。次ターさんの行きましょう。ターさん行きましょう。それでは、続きましてターさんの服装こちらです。せーの、はい、おお、待って、うん、気づいた、うわ、クリームさんですよ。クリームさんだ。エクリーム、俺ら3人シュプリーム見てけど、時計すぐすぐね、うん、やっぱそこだよね。ちなみにターさんの総額いくらですか。総額28,000。28,000。28,000。買う店で変わって、それが高すぎる。そこがターさんのいいところ。だって俺一回さ、黄色いシュプリームのパーカー見たのよ。48,000くらいしたよ。あ、新品。あとなんか敵チームから、ちょっと俺の服見てくんないっていう人が何回か。あれ、それおかしいよ。俺誰かわかんないんだけど、ターと歩いてる時に後ろから、あ、師匠って声を聞こえた。ター誰、でその店ちゃんと買いました。あ、買ったんだ。この店でこう試着してたんだけど、試着したやつ着ながら他の店行って、忘れてたとか言って、白 T 借りて、うん、で、まあ、試着終わって次の店行ったんで、次の店でも試着しようと思って脱いだら、その白 T 俺着たまんまで。なんか常習犯の手口ですよね。結局支払いはしてないんだ。あ、返しに行った。返しに行った。走って返しに行った。まあうちのターチンはこんなもんよ。じゃあ次そっちチーム。はい、はい、それではこんな感じで見えてきました。おいっす。衣装はこちら。せーの、ドン。おー、え、ちょっと待って、え、お前なんかさ、それじゃなかった。それじゃない。え、こうでこれじゃない。これで来てなかった。全然違いました。ファームジッパーずっと欲しかったやつ。はい、はい、普通に手に入れちゃいました。おー、ハートで。はい、その形は見たことないでしょ。これずっと欲しいって言ってたけど、前回の時もなくて、たまたま今回こういう企画なんですって言ったら、うん、ウィーンって大阪から取り寄せてくれた。ガチ無理だ。え、でも本当にコーダが着てるやつ思い出せないの。何着てるっけ。デニム着てたよね。デニム。あ、そうだっけ。デニムか。毎回これやってる。待つ待つ。なんかお前ってそうだよね。トータルコーダで17,000円くらいか。6,000〜7,000円くらい。やっせ。じゃあ次、ズングリムクリチーム。はい。名前変わった。名前変わった。コンビじゃないの。あ、デコボコフレンズ。はい。僕のファッションいきます。おお。すいません、行ってきます。エイさんお願いします。行ってきます。ありがとう。ということで、デコボコフレンズチーム、ヤジのファッション、こちらです。せーの、はい、撮った。え、僕の秋モード、こちらです。かわいい。まあまあまあ、とりあえずかわいい。はい、かわいいね。テーマは、お休み前。はい、ぐるない睡眠前。秋モードで、正直ね、お前らのファッション、落ち着きすぎ。はいはいはい、正直原宿を分かってない。例えばで言うと、これもう誰スタイルだって言ったら、これあのちゃんスタイルです、はい、あのちゃんのジャージファッションを元にゆるふわ系の子に対してこう人形を持ってるよみたいな、うん、なんかジャージでこう黄色いよみたいな、絶対刺さると思う。刺さるでしょ、うん、間違いない。だからこれは正直ごめんなさい、原宿では僕が一番モテます。じゃあヤジの優勝。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様。ありがとう。あの、はるかとは使いは一緒。じゃなくて、それは違う。ねえ、俺の優勝だって。やった、勝った。勝った。勝口言われてるんだよ、聞こえてるけど。優勝なくて。じゃあ次、そっちチームのラストか。はい、ラストですね。はい、高身長イケメンチームの3人目です。お願いします。せーの、はい。おお、で、これはもうパーカーですね。パーカーに、これちょっと一つワン、パーカーだけだとちょっと
あれなんで一つワンポイント当てて、おこれやったって感じの服装ですかね。なるほど。それはさ、なんていうあれなの、うん、それの名前は。結構いるじゃん。防弾チョッキ。俺もね、よくわからない。そう、最近めっちゃいるじゃん、うん、その服の人。このチョッキはね、俺もよくわからない、うん、これだから、銃で撃たれた後の防弾チョッキ。そう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 、なるほど。戦場系の女の子には好かれるね。あ、そう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 。違う、そう、これ俺も意外とヤジと探せたらいい勝負するから。いや、俺戦場系の女の子に好かれないな。好かれないてか、戦場系の女の子って何？まず前が言ったんだ。僕が今まで来てこなかった形状ですかね。そう、でも、なんか、コウタとケンゴ、服装結構かぶってるから、幅広くないというか。同じ層に。ナイス。ナイス。ナイスもわかんないし。全然。じゃあ最後、うちの秘密劇出しちゃおうか。正直、うん、もう俺とターが玉製のというか、ターには一応王道を攻めてもらって、うん、そう、これがもう普通だから。俺もこう途中で変化球もあるよ、ちょっと口に出して、まあ、最後はカズさんビシッと決めていきます。はい、わかりました。それではデコボコフレンズチームの3人目、カズの服装です。待ってました。目をお開けください。せーの、はい、はい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 、めっちゃいいね。ありがとうございます。やっぱ秋ってこんなもんで、俺汗っかきだから、はあ、こんなもんでいいのよ。カーディガン1枚、ね、1枚に白 T で、同じカーディガンでも遥かよりもちょっと柄で攻めてるという、はい、柄でっていうタイプのちょ傾向違うカーディガン。あら、ちょっといいですか、変わってなくね。大変わりですよね。羽織っただけやん。え、バカかよ。これ買ったでしょ。で、この白 T も買ったでしょ。買った、今日わざわざ。え、白 T 買ったの。ちゃんと持ってんのに、これちゃんと買ったんだ。あ、そう。これはズボンは、これこれ既存。え、ちょっと待って、今日はね、一番最初にやるのは、うん、あったっけ、言えるかな、うん、ふわふわマシュマロパーティー。ナイスアンドちゃん、ナイスアンドちゃん。本日買った商品で勝負していく。はい、買った商品以外は来ちゃいけないという。はい、一般請求出ればいいですか。はいはいもちろんそうです。ダメだよダメだよって。なんだっけ、彼ね、3時間かけてね、ズボン見つかんなかった。何してんだよ。え、おいおい、 YouTube でお金のやつ押すな。確かにこう見るとお前借金してそのあ、え、買い取り、はい、1枚1000で。絶対しないだろ。で、こうなるってことか、うん、これはありでしょ。でも実際に払ってくださいよ。絶対、絶対ですよ、これは。だってこれいくらで買ったの。これ、まあ同じぐらい、1万ぐらいか。おー、じゃあもう、1万をめちゃくちゃ吐き倒して1万1000で売れたんだけど。バカ。まあ、こっからが勝負ですから、うん、この1本目はね、一応お披露目まで。そうです、うん、ということで、この後、答え合わせしますから。はい、はい、それじゃあ、明日もしっかり対決していきましょう。はい、じゃあバイバーイ。バイバイ。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくねー。